甲子園春夏連覇から5年、山田健太の現在地。2018年の高校野球の中心に君臨した大阪桐蔭、根尾昂や藤原恭太ら超高校級の選手をずらりと揃えた大阪桐蔭、ドラフトでも4人がプロから指名を受けるなど、プロ予備軍ともいえる戦力を有し、甲子園春夏連覇を達成しました。その強さからファンからは最強世代とも呼ばれています。そしてその最強世代の中にあって、4番藤原恭太の後を打っていたのが、今年から社会人野球の名門日本生命に入社した山田健太です。高校通算21本塁打の長打力を誇り、立教大学進学後も1年から4番を任せられるその打撃センスはプロからの評価も高かったです。しかし昨年のドラフトでは上位指名確実とされながらも無念の指名漏れ、そして今年から社会人野球の日本生命でプレーしています。そこで今回は2年後のドラフト指名を待つ山田健太の今を探っていきたいと思います。初めての挫折、中学時代に日本代表に選出され、高校は名門大阪桐蔭で1年からレギュラー、大学時代も大学日本代表、さらにコロナで試合は中止になりましたが、2022年3月に開催が予定されていた侍ジャパン対台湾戦に野手では唯一のアマチュア選手として選出されるなど、常にエリート街道を歩んできた山田。しかし昨週のドラフトではまさかの指名漏れ。これについて山田は、さすがに答えましたね。初めて味わった大きな挫折だったかもしれませんと当時を振り返りました。山田の指名漏れにファンは即座に反応し、一時ツイッターのトレンドにも山田の名前が上がるほどでした。山田といえば大学日本代表で主将を務めるなど、昨年の大学野球の中心選手。そのためメディアの露出も多く、ドラフトが近づくにつれ、山田はどの球団が何位指名するのかという話題が多く上がりました。山田自身今回のドラフトについて、ドラフト上位候補と報じられていたが、それを発信していたのはメディアであり、球団のスカウトが公言したわけではない。考えてみると周りが言ってただけなのかな。ドラフトの評価は本当にわからない。ただ自分としては4年間精一杯やってきたのは確かですと当時の思いを述べました。山田に舞い込んだ多くのオファー。運命のドラフト終了後、山田のもとには社会人野球から多くのオファーが届きました。それは山田自身も気持ちを切り替えるきっかけになったと話すほどです。早いオファーはなんとドラフト終了直後に届いたものもありました。それは大阪桐蔭の西谷監督と今後について相談しているその時に、山田君と話がしたいと寮に電話がかかってきたのです。その後も届くたくさんのオファーの数々、なんと山田は合計8社からオファーを受けました。ドラフトで指名を受けることはかなわず、プロから必要とされていないのではと思い込み始めた矢先の大量のオファー。このたくさんのオファーは山田を必要としているチームがあるという証明です。このオファーについて山田は、ありがたいの一言ですと顔を上向かせました。そして翌週の東京六大学リーグ明治大学戦を控えるこの日には、1週間経ち、だいぶ気持ちの整理はできた。今は大学最後となる明治大学戦をいい形で終えたい、それだけを考えていましたと吹っ切れた様子でグラウンドに立っていました。今年から舞台は社会人野球へ。支えてくれている人たちを喜ばしたい、その思いを胸に入社した日本生命。日本生命といえば日本選手権優勝3回などを誇る社会人野球屈指の名門チームであり、これまで福留孝介や小林誠司など多くのプロ野球選手を輩出してきました。山田は日本生命を選んだ理由について、自分がレベルアップできる環境が整っている、そして社会人では守備も含め全てを一から鍛え直して一回り成長していきたい、特に打撃については今年から特別コーチに就任する福留孝介さんから指導を受けるのも楽しみですと話しました。また改めて大学時代を振り返ると、 3,4 年の頃はドラフトを意識していた、そのため空回りしていたところもあったと話します。しかしその失敗を糧にした山田は、2年後大卒選手のドラフトが解禁となる、自分ができることを出し切り、それを評価してもらえたらと話す山田。日本生命で一回り成長したスケールの大きな選手になってプロの舞台へ進む、その決意を胸に山田はグラウンドに向かいます。また大学生活ではプレー以外にも自分を高める機会に恵まれました。
それが中学以来となる主将を務めたことです。これについて山田は、自分から手を挙げて主将をやらせてもらった、これまで頭の中になかったことも考えながら野球ができたと話し、また大学日本代表で主将を務めたこともなかなかできない経験と話す山田。そしてドラフト後、僕は多くの方に支えられて野球をしてきたと実感し、改めて周りの方の大切さが分かりました。今後はそういう方たちに喜んでもらえるような活躍をしたいと決意を新たにし、社会人野球へ進みます。日本生命でも即活躍を見せた山田、2023年4月、社会人野球のジャバ京都大会が開幕しました。日本生命と対するのはプロ注目右腕、武田優を擁する三菱重工ウエスト。この試合に7番セカンドで先発した山田は、2回の第1打席でレフトへ2塁打を放つと、4回には打席では無心で入ろうと考えている、うまく反応できましたと武田のカーブを振り抜き、左中間へ先制ソロを決めます。さらに6回にもレフト前へヒットを放つなど3安打の固め打ち。しかし8回のチャンスでは武田の全球直球勝負に空振り三振。試合後山田は、なんとか犠牲フライを打ちたかったが技術不足です、社会人野球では打てる球は少ない、なので来た球を一発で仕留められるようにしたいとチャンスでの凡退を振り返りました。続けて、チームは都市対抗に出られていないので今年こそ出られるようにチームに貢献していきたいと抱負を述べました。高校時代とは違う雰囲気、5月22日に行われた都市対抗野球近畿二次予選。この日日本生命が試合をする球場は大阪シティ信用金庫スタジアム。実はこの球場は山田にとっていい思い出が残る場所です。今から5年前、高校3年の夏、北大阪大会準決勝の履正社戦が行われたのが球場です。この試合で山田は決勝タイムリーを放つなどの活躍で履正社に勝った、いい印象の残る球場です。山田もこの間のオープン戦でもここに来ましたが、公式戦ではあの夏以来、懐かしいしいい体験をさせてもらった思い出の球場です。ここは社会人野球ではよく使われる球場なので得意な球場と思ってプレーしたいと話しました。そして球場との相性の良さはこの日も発揮されました。山田は2回に先制のタイムリーを放つなどの活躍でチームの勝利に貢献。試合後山田は、高校野球とはまた違うトーナメントの雰囲気があった、苦しい試合展開だったが最後まで諦めることなく逆転を信じていた、この勝ちを次につなげていきたいと試合を振り返りました。後輩へ伝えたいこと、大学入学時から決めていた中学高校の保健体育の教員免許取得。山田は昨年11月の3週間母校の大阪桐蔭で教育実習を行いました。また実習の合間にグラウンドにも足を運んだ山田は、野球に対する熱量はどこの高校よりもある、4年ぶりに体感できてすごくいい時間になったと振り返りました。そして甲子園を目指し練習に励む後輩たちへ、山田先生は、人間うまくいかないことがたくさんある、その中でどう行動するかが大切、うまくいかない時の行動は人間性が出ると思う、そういうことを大事に過ごしてほしいと自身の経験を踏まえ後輩たちへエールを送りました。そして年が明けて4月からは日本生命でプレーする山田、現在日本生命は2年連続で都市対抗野球は予選敗退しています。泥臭くやっていきたいと社会人野球への意気込みを語りました。その言葉を胸に白球を追い、そしてここまで新人らしからぬ活躍を見せています。ドラフト指名漏れというこれまで野球エリートの道を歩んできた山田が初めて味わった挫折。しかしこの挫折を乗り越えた先には夢にまで見たプロの世界が待っています。来年のドラフトで名前が呼ばれる日が来ることを願い、プレーし続ける山田健太をこれからも応援していきたいと思います。